株式会社 AI が提供するデモ音声です。写真拡大。楽天0対4オリックス、25日、楽天生命パーク宮城、オリックスが快勝。株式会社 AI によるデモ音声です。エース山本由伸が圧巻の完封劇で球団新15連勝締めとなる18勝目を挙げた。これはデモ音声です。首位ロッテにプレッシャーをかけた。これはデモ音声です。とにかく勝つことだけを考えて思い切り腕を振りましたと山本。株式会社 AI によるデモ音声です。負けられない戦いでさすがの投球を見せた。株式会社 AI が提供するデモ音声です。初回、先頭の山崎剛を146キロフォークで空振り三振に打ち取り、シーズン200奪三振に到達。これはデモ音声です。テンポよくアウトを重ね、連打も長打も許さなかった。これはデモ音声です。試合前のブルペンからボールが行っていた。これはデモ音声です。自信を持って腕を振れた。これはデモ音声です。納得の投球で楽天打線を寄せつけず。これはデモ音声です。15連勝は米田哲也氏、阪急の14連勝を塗り替え球団新となった。株式会社 AI によるデモ音声です。これで防御率は驚異の 1.39 に。株式会社 AI が提供するデモ音声です。最多勝、防御率、勝率、奪三振、最多完封の五冠が決定的だ。これはデモ音声です。本当にサポートしていただき、自分の実力以上の数字だと思いますと感謝。株式会社 AI によるデモ音声です。この日、優勝を争うロッテは大量リードを許しており、敗戦した時点でオリックスの隠れマジックは1となる。株式会社 AI によるデモ音声です。相手の結果待ちにはなってしまいましたが、僕も最後信じて待とうと思いますと。